はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日の動画なんですけれども、4回転トーループの入り方ということでやっていきたいと思います。フィギュアスケートには6種類のジャンプが存在するっていうことはもう皆さんご存知かとは思うんですけれども、この各ジャンプの入り方、エントランスとも言ったりするんですけれども、こちらが複数存在するっていうことは皆さんご存知でしょうか。この動画では6種類の中でもトーループで、さらに言うと4回転トーループに着目して、この入り方っていうのを紹介していけたらなというふうに思っております。ちなみにトーループの入り方っていうのは大きく3種類の入り方があるんですね。この3種類の入り方がパッと思い浮かぶ人っていうのはもう結構フィギュアスケートよく知っている方だと思います。ということで早速この3種類の入り方を見ていきましょう。よろしければ最後までお付き合いください。まず一つ目の入り方なんですけれども、3ターンですね。まあ4回転トーループにおいてはこの3ターンからの4回転トーループっていうのは最も一般的な入り方かなというふうには思われます。2020年現在ではこの4回転トーループを飛んでる選手の大半は3ターンから入ってます。日本人選手を見ても羽生選手も宇野選手も田中選手も友野選手も鍵山選手も佐藤選手も、もうみんなこの3ターンから4回転トーループを飛んでるんですね。まあ、一般的に言われてるのは回転の勢いや一連の動作から来る流れで飛びやすいっていう風にはされてますね。もちろんこの辺は個人差とかがあったりするんですけれども、まあ、一般的にはそういう風に言われています。で、2つ目の入り方なんですけれども、2つ目はモホークターンですね。モホークから4回転トーループっていうのは一昔前はこの入りで飛ぶ選手っていうのもまあ結構いた、ちらほらっていうか結構いたんですよね。日本人選手も結構モホークで飛ぶ選手は多かったですよ。で、現役選手でいうと中国のボーヤンジンも去年まではモホークから4回転トーループを飛んでいたんですけれども、今シーズンからは3ターンに変更してきました。で、このモホークからの入りっていうのは4回転に限ってはモホークから飛ぶ人は少ないよねっていう話なんですけれども、3回転とか2回転とか1回転っていうのはモホークからトーループを飛ぶ選手っていうのはもう結構多いです。むしろスケート初心者とかスケート始めたての人はモホークからトーループを飛ぶっていうのを最初に習った人多いんじゃないでしょうかね。一応このモホークターンっていうのは一般的に後ろを向いた時、足を踏み替えて後ろを向いた時に体が回転方向に回っていくっていうことがまあ少ないというか、比較的体をコントロールしやすいっていうふうには言われています。このモホークで4回転トーループを飛ぶ人はもう今現役選手ではほとんどいないっていうか、僕が知ってる限りではいないんですけれども、どうなんですかね。なんか知ってる人がいたらぜひコメント欄で教えてください。このモホークで4回転トーループを飛ぶ選手で、まあ、僕がパッと思い浮かぶのが町田樹さんとかはもう引退するまでずっとモホークで4回転トーループを飛び続けてましたよね。あとは結構ね、日本人選手はもともとモホークから4回転のトーループを飛んでいたっていう人は結構多かったんですよ。例えば高橋大輔さんももともとモホークから4回転トーループを飛んでましたし、村隆仁さんも確かソチオリンピックのシーズンまではモホークから4回転トーループを飛んでたはずです。今挙げた2人は途中でモホークから3ターンに飛び方を変更したんですよね。村さんの場合は引退のシーズンは確かモホークから飛んでたような気もするんですけれども、あのモホークから3ターンに変更したっていう選手はまあちょくちょくいます。まあ今お話しした通り、だいたい3ターンもしくはモホークから4回転トーループを飛ぶ選手っていうのがまあほぼほぼなんですけれども、なんか3つ目のタクがあるんですよ。これめっちゃ激レアで、イン3っていうターンから4回転トーループを飛ぶ人が過去にはいました。で、このイン3って何ぞやってことなんですけれども、実はこれ3ターンのことなんですよ。いやいや1番目と同じやないかいって思ったと思うんですけれども、最初に説明した3ターンとは少し違うんですよ。同じ3ターンなんですけれども、ターンをする左右の足っていうのが違います。最初に説明した3ターンっていうのは簡単に言ってしまうと左足でターンをするんですよ。で、今説明してる3ターン、イン3っていうのは右足でターンを行うんですけれども、ターンを行う瞬間右足の内側、インサイド側にエッジを傾けるんですね。だからイン3、イン3っていう風に言ったりします。で、このイン3から
4回転トーループを飛ぶっていうのはもう今は誰もいません。いや誰もいないっていうのは言い過ぎかもしれないですけれども、現役のトップ選手でイン3で飛ぶ人はもうホークよりもいてないはずで、かなり昔に遡るんですけれども、あのアメリカのマイケル・ワイスとか、あとはさっきも出てきたあの町田達樹さんの元コーチのアンソニー・リューコーチとかが現役の時に4回転トーループを確かイン3で飛んでたはず。あとはそうだな、2011年の全米選手権で優勝したライアン・ブラッドリーっていう選手はイン3で4回転トーループを飛んでましたね、うん、多分ここが一番新しいというか、多分この選手以降イン3で飛ぶ人は僕は知らないな。もう本当にめちゃくちゃ貴重というか、もうごくごくごく少数派、もうなんで飛べるか、なんでこれで4回転を飛べるかっていうのはちょっとよくわかんないです。はい、っていう感じでですね、まあ、トーループにはまあ大きく3種類の入り方があって、で4回転トーループに限ってお話しすると、基本的には3ターンから飛ぶ人が多い、で次にモホークで、ごくごくごく一部の方がイン3で4回転トーループをまあ飛んでいたというふうになっております。この3種類の入り方は各選手のやりやすい飛び方、各選手に合った入り方を選択してるっていうだけなので、どの入り方が難しいとか簡単とかっていう話では全然なくって、もちろんそれに対する GOE がつきやすいとか全然関係ない話なので、一応そこはあのごっちゃにしないでくれたらなというふうに思います。ということで今回はこんな感じで終わっていこうと思います。いつもコメント高評価ありがとうございます。動画を作る励みになっております。この動画がもしいいなというふうに思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで終わっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。